これでお願いします。悪魔のワールガイデン。カタカナじゃん。カタカナじゃないよ。漢字だよ。やったるでー。でもこれ気になるね、このツールスクリーンボタン。まあ、いっか。イエーイ。全てくれん。カラカッサがいる。ガネン。葉っぱや。ドゥン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 、ムチや、幽霊、デンデデン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 、うわ大量の金だ。ギリジャンあるのかこれ。スッスッ、まだ敵は弱い。あ、手裏剣、手裏剣ない方を学ぶべきじゃない今のうちに。できた。でんてくでん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 。一輪さんのゲームは後半敵が波状攻撃を仕掛けてくるから、今のうちに敵の動きを覚えておかないと。カラカッサはジャンプするだけ？ぬるい敵だぜ。てくでん。てーてるれん。かっこいい曲や。おお！ビビるつねこ。あ、なんか重たくなった。ゲームボーイにはよくあることよ。ゲームボーイをエミュレートしてるあれだから本当に重くなったのかな。お団子は HP か。てん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 。お金死なないようにしないと。多分お金プラスお金を持った。ギリジャンをしようとしたら落ちちゃった。持ってるお金が最終スコアになるよ。前回最後間際で点滅してお金がなくなってスコアが低かった。今回はそうなりません。あー、お金取れた。しかしこれってお金取りに行かなくても取ってるんだ。出た段階でもう取ったことになるんだ。これがで、あん、俺が出たよってアピールなのか。優しい。優しいね。チャーチャーチャー。コナミ。コナミ、コナミか。コナミ、ワイワイワールドってコナミか。てれれん。コナミのことを考えていたんだ。いや、パロデュースって、いないな。あれが。毛並み、小髪。なんだっけ、さっき言ってたキャッスルバニアの、あ、痛い。こいつ、マリオ、ファミコンのゲームボーイの6つの金貨のマリオに、いたわ。舌を伸ばしてくるこいつ。ちょうちん。回復、出ないですか。手裏剣か？あ、開き方。説明をちょっと見てみよう。オープン、トレジャーアップだって、アップ。イエーイ、ご飯、白米手に入ったよ、今、白米。白米は力が出るぜ。白米。下に守護されていたね、今のカッパ。おかず欲しみ。おかずはカッパだよ。ひどい。あー、アッパー。ペロリン。あ、天狗来た、天狗。キュウリの味がするよ、カッパは。あ、あ、痛い。あ、これ乗れるんだ。理解。ムチの根気とゴエモンのキセルの根気って結構似てるよね、グラフィック的には。ゴエモンはもしやキャッスルバニアをパクったのかと思ったらどっちもコナミだったわ。同じ技術か。
もう勝ったな、これ。ノーダメージで勝てるよ。一回食らってるけどね。シュイン。そりゃー、勝った。イエーイ、イエーイ。わっわっ、ビって書いてる、ビビッビビー。テキ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 。お金、なんか怖い怖いトラップがあるよ、怖いトラップ。余韻、どっちだ、どっちに行くべきか。どっちも広そうだな。テケ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 。ペリケンの所持数も最後の、あ、1アップだ。テケテケテン。ペリケンも最後のスコアに影響があるとしたらどうする。手裏剣縛りか。乗れる？乗れ、痛い、ダメだ。もう一ダメージ優しいね。ブラウザが悪いのかな。クロームでやるべきだった。重たい予感。テケつく、テケつく、テケつく。やった。手裏剣ボックスすごい、10何個手に入ったよ。18個ぐらい手に入った。1、2個持ってたはずだよ。たかたか、白米、白米は力が出ますな。テケつく、テケつく、テケつく。不穏な曲。コインが100を超えたらどうすんだろう。任せてくださいよ。こういうの見るとカンストしたくなっちゃう。私あまりの暇さにいろんなゲームで点数カンストしたから。団子。ユリケン、ユリケン20、痛い。どこ、ここ、どこ、ここ、ここか。手裏剣もカンストしたい。マミー、カンストには夢があるような。どんな動作をするのか。テケつく、テケつく、テケつく。これ手に入るお金ってランダムなのかな。運ゲーになってしまうんじゃない。最大スコアは。か。よし。タラランタン。このボスは何だろうな。テケつく、テケつく、テケつく。塗り壁。チャチャチャラ。さあ来い。来なかったボス。なんだこれ、なんだ、痛い。飛び道具とは卑怯な。金はカンストしたら戻っちゃったらどうしよう。危ない。強いぞこのドラゴン。痛い、ちょっと待って。マジか、最強キャラ来たな。テケつく、テケつく、テケつく。団子、団子おいしい。やばいぞ、画面から消して何とかした。
よし、ノーダメージ。敵つく、敵つく。音遅れてる感がしてるな、僕もです。あ、ガシャドクロだ。お前、高いぞ、HP。あ、手裏剣が、基本か、これ。顎が弱点だ、こいつ。下顎が弱点や。人間みたいだな。お人間さん。手裏剣を投げるか。あ、手裏剣結構難しいな、当たり判定が。高い位置なら大丈夫なのか。手裏剣貫通を目指していたけど、そんなことはしない。土着した骨なんで、人間の骨を出してるのかもしれない。今までこの屋敷を襲ってきた人間を食べては。あ、本気でくるこいつ。大丈夫か。硬い。余韻。あー、危ない。ほっほっほ。 HP 結構減ってるからなんとかしたいな。タンタンタラタンタン。あ、ちょっと待った、ちょっと待って。いい、そうきたか。あ、お金がループしたんだけど、ゼロラインになってる。ちょっと待って、99で止めるのがスマートなのかもしれん。痛い、死ぬんだけど、どうしよう。死ぬぞこれ。死が近い、死が近いよ。団子くれ、団子、団子くれ、団子、団子くれ、団子きた。団子10個くれ。白米、白米の神よ。白米きた。4か。まあそうだけどね。できる限り無敵で生きていたいじゃん。ペチペチ。パーフェクトを目指したいんだい。かっこいい背景が。あ、カラカッサちゃん。ペチペチペチ。あ、あ、大ジャンプをすると頭ぶつけるかと思ってやめたんだよ今。そしたらジャンプして、これいける？中ジャンプってできるのかな。行くしかねえ。ペチペチペチ。ああ、なんとかしようとムチ振っちゃうな。届くか届かないか分かんないとき。ああ、最強の生物だなこいつ。動画ちょい遅れでございます。本当僕の設定のせいじゃないよね。ペチペチ。アウチ。にゃん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 。よし、パーフェクト。あ、どうして。やばい、白米欲しい。白米さっき拾ったからもう出ないだろうな、しばらく。このステージアイテムがある気配が少ない。あった、手裏剣か。まあ、ボス対策にはなるか。むしろあのドラゴンを倒すのに使うべきなんじゃないか、手裏剣は。もう数十分あるよな。よし、イエーイ、団子。お、ボスか。
オロチだ。これはラスボスっぽいぞ。ラスボス来たぞ。ひゃー、これ乗れるのか、降りてくんのかこいつ。あ、ちょっと待って、ハート多いな。しかも攻撃チャンスが少ない。痛い。これ勝てないな。どうする。2回入れることができる。いかにダメージを食らわないか。上方向に手裏剣って投げれないか。投げれないか。スイッスイッ。置き手裏剣をしとくというのは無理か。関係ないか。勝てる。あ、危ない。すごかった。ナイス回避だった。タン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 。戦闘の頭しか戦ってなくないこのオロチ。あ、しまった。やばい。あと一発で、あと二発で死ぬ。大変なことになったぞ、これ。あ、これ、中途半端のところで死にそうな予感がしてきたわ。あとちょっとタイミングでやられて、ぐわーってなりそう。嫌な予感。これ途中で負けたら終わるぞ。あ、やばい。やめてくれ。3だと安心感があったのにな。でもこいつの攻撃力って2あったりする？ 1 発しか入れられなかった。やべえ。やめてくれ。マジで怖い。落ち着け。よし。やばい。やったか。うおお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 イエーイ。あ、手裏剣もライフも5だよ。555だよ。ギリギリの戦い。やったか。沈んだ。どんどこ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 。イエーイ。オロチュイズディフェイティル。この沈む城を眺めるのって何が最初なんだろうね。ミチリンさん。イエーイ、面白かった。すごいよな。タララララララ。よかった。イエーイ。これすごいのはな、すごいのはと言ってる。